はい、どうもご視聴ありがとうございます。疲れ切ったハム太郎でございます。すいませんね、今回の動画はちょっとね、愚痴と10連ガチャということでやらせていただこうかと思います。来い。ほらね、もうね、だいぶ疲れました。ですね、まあ近畿のこの15なんですけれども、もう残り2日しかないんですよ。もう回復するんですけど、今でですね、フレンドの方にね、こんなにフレンドの方が優しくルーを出してくれたり、超運出してくれたりしてます。でもね、今だけでこんだけ使いました。本当にね、皆さんにありがとうございますなんですけども、刹那が出ない。なぜこんなに出ない。本当にね、一番最初の時が3回ぐらいで、次に至っては1回目のクリアで出たんですよ。で、3ヶ月目は1回も出ず、4回目月目、今回ですね、もう多分ちょっと持ってるかもしれないですけど、100から150ぐらいやってると思うんですよ。なのにね、一向に出ません。そんな私にですね、まあとりあえず、まあ愚痴なんですけど、ほとんどがねえ。で、掲示板とか見ると7回目で出ましたとか10回目で出ましたとか多いんですけども、まあ出るときは出るんですよね、きっと。出るときは出るんですけど、出ないときは出ないんですよ。そんなもんです。ちなみにね、メンツはちょっと変わりまして、まあ生命が抜けてね、カーリーが入りました。もう周回してて疲れたんで、加速さんで回ってます今。加速さんの方がね、回りやすいし、まあまあでもカーリーだったらね、刹那でも絶対役に立ってくれると思うんで。前までね、ここね、生命の前に一回ゴエモンが挟んでるんですよ。ゴエモンを使ってたんですけど、ゴエモンちゃんがね、いかんせん火力不足でね、まあ最後のその SS がね、ものすごい強いってなるんですよ。ただまあ身の厳選を大してしなかったんで、こんなもんなんですよね。攻撃力2万2000。逆にカーリーだと、ルーと同じ属性なんで、恩恵全部受けれるんですよね。同じバランス型で。なんで、その辺もあってカーリーに変わりました。ただ、本当に出ない。もうね、疲れた。もう、ねえ。いや、こんなんで弱音入っちゃダメなんですけど。いや、出ない。今回本当に出ない。かなり回ってるはず。というわけで、そんな私にね、モンスターストライクさんが、通算のログインこれくれたんでね。あ、これ、こっちね、見ました、これ。こっちだと表示されてるんですけど、見ました。あのね、アニメは、まあ、正直そんなに面白くなかった。うん。はい、受け取ると。というわけで、そのね、アニメのキャラ狙って回していこうかと思います。豪絶のね、新しい、カインだっけ？カインじゃないか。ん？なんかカインとかカナンとかそんな感じのキャラが出るんで、まあ、今回のこのひまわりがね、活躍するんじゃないかなと思うんですけど、どうなんだろうね。こっちはどうなんだろう。こっち活躍しないかな。反射の枚数枠は結構いるしね。あ、でも枚数 L か。そう考えるとなんか来るのかな。だスピード遅いよね。こっちはね、うん、なんかタンポポと被ってますけど、でも多分これが適正になることはないと思うんですよ。だってタンポポいますし。まあユニバーがね、刺さるのかもしれない、もしかしたら。だからメインがね、調教爆発かっていうね、シャイニングピラーがね、メインだったら面白いんですけどね。というわけで、とりあえず、ガチャでも引いてね、気分直してまた回りましょう。本当に、すいませんね、なんか、本当に愚痴でチクショー。会いたくて会いたくて震えてるぜ、刹那さん。これはでも1回しか回せません。4周年でね、モンスターストライクさんがくれただけを回すだけなんで、当たるまで回したりはしませんので、ご了承ください。10で1回。まあ、とりあえずここのとこ引く予定もないんで、引いてみよう。うい！10連ガチャ。本当ね、だって始まった当初なんて10連ガチャなんて相当引けなかったからね。それが今じゃポンポン引けるから時代変わったね。止まりゃ確定でしょ。あ、はい。刹那持ってねえやつに当てくれないって。あっそ。あーそうですか。ちょっと期待したんだけどね。なんだろう、この頑張った感があったから。頑張った感があったから出るかと思ったんですけど、きっちり爆死しました。というわけで、今日はお休みなんで、このまま回っていこうかと思います。残り2日。2日半か。では、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。すいません。ちょっとね、他のクエストをやる力が残ってないんで、これで失礼します。
動画は。このまま回り続けるんで。では、またお願いいたします。バイバイ。バイバイ。